山港百貨店、山港百貨店、山港百貨店、栄商、山港デパートメントストアジオ、LTD は、山梨県甲府市丸の内にある、国際工業グループの日本の百貨店である。ここでは、創立時の甲府松市及び全運営会社の山港についても説明する。山港百貨店の所在する甲府市丸の内一丁目は、甲府城の内堀に威嚇された。 内城区域にあたり、山口百貨店の所在地は、舞鶴立教から中央線敷地付近までの周辺区域と共に、本丸の所在する上域中央か、北西側の屋形わに相当し、北側には清水ぐるわ、南には楽屋ぐるわが広がる。西側には南北に内堀が通りにの堀で威嚇された武家地に通じる柳門があり、桑内には、 甲府藩主や柳沢市時代には、書院や番所、縄文などの施設が存在していたと考えられている。明治初期には、内城区域の一部を残して、内堀、二の堀は埋め立てられ観光庁用地として開発され、旧期読水沼地点には、甲府駅が開業し景観は変貌する。甲府市では、山梨県内発となる百貨店として1937年、昭和12年に、 松林県デパートが、甲府市中央一丁目の甲府会館、減損せずで営業を開始していたが、8年後の1945年、昭和20年に起きた甲府空襲により、内部が損傷したため百貨店としての事業を中止していた。終戦後も、岡島百貨店が早々と再開し、1948年、昭和23年には、 中込五福店が百貨店事業に転換し、中込百貨店として営業を始めたのに対し、松林県デパートは再開の目途が立たなかったため、浜松市に拠点を置いていた松尾市の創業者である谷市に百貨店の設立を嘆願。谷市は了承し、松尾市の資本参加を受けて1954年、昭和29年に甲府松尾市として営業を開始した。 なお、山港百貨店の創業は、甲府松菱が設立された1954年となっており、松林県デパートの部分に関しては含まれていない。甲府松菱開店後は、岡島、中込と3店舗が競い合う状態であったが、この頃地元山梨県出身の宇佐野健治が車種だった、国際工業も当時経営危機器だった山梨交通の買収とともに、 百貨店事業に進出しようしていた。しかし当時の人口が16万人程度であった、甲府市に4つ目の百貨店を開業するのは、オーバーストアになってしまうため、既存店舗の買収に乗り出し、3店舗の中で一番規模の小さかった甲府松尾市に注目。まず1961年、昭和36年に、 山梨交通と共に譲渡され、国際工業参加山梨交通系列に編入された。また、交付会館が手狭で増床も困難であったことから、買収の翌年に廃止された山梨交通電車線の、高駅前駅跡地を活用しようとバスターミナルを併設したビルを建設。1963年、昭和38年に完成し、運営会社を株式会社、山高、以下、 山港百貨店名称を甲府松尾市から山港百貨店以下山港百貨店に称号変更の上移転した移転後は3店舗の中で一番甲府駅に近いという好条件であったが1975年昭和50年に倒産した中込百貨店を西武流通グループが買収し新ビルを建てた上で西友中込店その後甲府西部に 改めとして、営業を開始。さらに、岡島百貨店の増床計画も持ち上がったため、山港百貨店も対抗して改築することになった。まず1985年、昭和60年に、甲府駅、ビル、エクラン、現在は、セレオ甲府の完成とともに、甲府駅、バスターミナルを現在の位置に移転して改築用のスペースを作り、翌1986年、 昭和61年に開催された会時国体の終了を待って営業を休止。建物はキューバスターミナルと共に取り壊され、それから3年後の1989年、平成元年に現在の新しいビルが完成し、営業を再開した。新しいビルは内部に世界初の大円形エスカレーターや時計台が設置されるなど買い物客の目を引いていたが、 この頃から郊外にショッピングセンター SC が建てられたため、百貨店事業は苦戦を強いられることになる。これに対し運営会社の山港は大英と提携して GMS 事業に進出。まず1990年、平成2年11月に湯村温泉の場所へ湯村ショッピングセンターも湯村 SC をオープン。1997年、 平成9年1月には、山梨交通区川営業所跡地に区川、ショッピングセンター、以下、区川 SC がオープンした。しかし区川 SC の場所が、県外用で GMS の小木の本店の向かい側であったため、危機感を持った小木野の反撃に遭い、当初90億円を目指していた年間売上高は、約20億円に止まるなど売り上げは低迷。またこの頃からが、 阪神、淡路大震災の影響やバブル崩壊及び、アジア通貨危機などに代表される不況から、経営難に陥り、合理化のためまず1999年、平成11年8月末に、久川 SC がわずか19ヶ月で閉店。その後、湯村 SC は残っていたが2003年、平成15年9月にダイエートの提携解消と、同時に閉鎖した。 GMS 事業に失敗した山港は多額の負債を抱えることになり、本来の百貨店事業にも影響を及ぼす事態に陥ってしまった。百貨店事業の売上が落ち込んでいた上上上述の GMS 事業の失敗による負債が重くのしかかったことから、親会社の国際工業は経営健全化を目的に運営会社の新旧分離を実施した。まず2007年。 平成19年2月に株式会社、山高百貨店を設立して山高百貨店のみを異常。負債だけとなった山高は、同年3月に株式会社公衆管財と、称号を変更した上で臨時株主総会で解散を決議し、同年7月に東京地裁より特別生産手続きの決定を受け、生産業務を行っている。経営が新会社に移った。 山港百貨店は2008年、平成20年の改装工事で1階にあった、時計台の撤去を行った。2015年12月17日より、甲府駅、バスターミナルにあった、バスセンターを当百貨店、地下1階、バス案内所を百貨店前に移転し、現在に至る。日本百貨店協会に加盟していないため全国、共通百貨店商品券が使用できないが、 代わりに、東急百貨店系列の商品券が利用可能である。山高百貨店の商品券も、東急百貨店で利用できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。